おはろばんは説です。見てくれてありがとうございます。今回は、4つ目のサブマシンガンですね。使っていきたいと思います。紹介していきます。こちらコルダイトという武器の名前ですね。連射速度に優れ、装弾数も多い。P90 とか、あと BO2 とかであったこう、あ、違う、PDW ですね。あれっぽい感じで、まさにこうなんだ、マガジンもね、それっぽい感じのやつで、スケルトンのやつで、横からタイプですね。で、これがね、まあまあ強くて、連射速度はほんと高く、でもその昔ちょっと反動が目立つかなという感じするんですが、使ってる方もね、たくさんいて、なかなか頼りがいのある武器なんじゃない。このスピットファイアと比べるといい勝負かなっていう感じですね。で、弾が60発ですね。標準ですごい入りますね。よし、じゃあ今回はどうしようかな。リーコンで行きましょうかね。で、今回のクラスカスタムがですね、ロングバレルで長くして、で、拡張マガジンでね、ガチガチにもうバシバシ弾増やしてね、これで頑張っていこうかと思います。めちゃくちゃこれ弾あるからね。よし、準備は整った。では、ショータイムだ。ほら、今ね、85発あるんですよね。むちゃくちゃこれあるから、ありえないぐらい打てるからね、ずっと。ちょっとね、感動の設定もね、結構細かいから、感動の設定細かいって、なんかよしよし、アーマーでもね、この連射速度でほふってやるよ。リーコンね、やっぱこのビジョンパルスじゃねえな、なんかセンサーダートが強いからね。左側にいるんだよな、あれ。ずっと多分おっと、こっち来てるぞ。私の餌食にしてやる。あのセンサーだとわざわざ破壊しに来てたね、あの人。さあ、敵陣に来たんだが、味方一人いるけど、裏取りでいけるか。この人倒せるかな。あ、倒したんだね。さあ、あ、なんか死体がある。おお、スパイダーマンしてきたよ。やっぱここら辺は敵リスだからいるね。あれ止まってる人でちょっとかわいそうだったけど、まあそれはね、しょうがないと。マルチプレイというか、やばいやばいやばい、くっそ、さすがに無理があるかな。体力減ってたし、この武器はやっぱね、近距離がほんと強いから、中距離もリコイル制御すればね、マジで強いからね。前からそのぐらいの距離を一度っていけばなんとかなりそう。遮蔽部はちょっと厳しいと思うけど、いるね。あれ、どこあれ、おやすみ。一瞬であっちに瞬間移動したのかな。そう、今ね、気づいたけどキルコンファームなんだよ。回復して待つおうかね。ダブルキルいけんじゃね。無理か。さあ、裏取りから聞きたいんですが、大丈夫かな、いけそうかな。いやー、ダメか。いただき、味方との連携だ。ドックタグ拾っての、さあ、味方の援護といきましょうか。トリップマインがあるからね。トリップマインじゃないか。やばっ。いやー、さすがに無理か。頭ぶち抜かれたわ。いやー、びっくりした。左にいたのか。え、全然俺見えてなかったね。あそこ警戒したつもりだったのに。なんかね、やっぱ今作すごい敵が見づらいかなっていう印象があるんだよね。ワールドウォー2もそうだったけど、なんだろう、最近のコール、目が悪くなった年なのかわからないけど、すごい敵が目視しにくい、視認しにくいですよね。でもこの BO4 は敵というか、まあ自分もそうだと思うんだけど、なんか服が光ってるんですね。それでまあ分かるっちゃ分かるけど、それでも確認しづらい。よしよし、ああ、やっぱちょっと裏取りしすぎかな。でも突っ込んでいかないとね、この武器の本当の
ゴリ押しでいくね。本当のなんだ、効果じゃないな、性能を発揮できないと思うからね。ちゃいただけるか。すごいね、MV ブレブレなんだ。あ、嫌なやつ来てる。これはわざと食らって解除して、うわマジか、後ろから来てたんかい。でもリス変わってないんだよな、めっちゃ敵詰めてきてる。これいただきます。エネミーダウン。センサーダート、あ、いるけどな。味方頼んだ。でもこっち左のとこから来るわ。こちらがリードを奪った。おお、いいね。やらせない。よし。ん、敵の RCXD か。リコイル制御なんだよな。めっちゃ中おるやんけ。貫通で OK。 あと一人いるけど、ちょ、これしくったな、マジで。なんで俺ビジョンボルスやったんやろ。マジしくった。あんな危険な状況で出すかね。センサーだと向こう側にあって映ってるね。敵にタックでプロイビーコンを破壊された。そう、あれ、あ、味方か。隠れても無駄だ。うわー、ちょ待って、下にも上にもいるじゃん。あれ勝てないでしょ。あー、いっぱいいるな。うわー、くそーがーやっぱアーマーありは厳しいと思うよ。ちょっと待て、まずい。うわー、二人もいるな。回っていけるかしら。無理か。あ、いいね、貫通狙いた。あ、あそこ貫通するんだね。いいぞ、このダブルキルはいただいた。もろたもろた。よし、いいぞ、ナイスアシスト。よし、いいんじゃないか。ちょっと調子出てきた。ちょっと待って、リロードしたいけど敵いっぱいいる。あんな、やばい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 。あんまり深追いせずに。おお、すごい。待って待って、ここめっちゃやばいやんか。危ない。もうちょっとやばいやばいやばい。 UAV とりあえず出して、あ、味方リスポンしてる。よかったよかった。ドクダグ回収、回収っつってもね、あの、あ、違う、インフィニットオフェアでもそうだったけど、キャバゲ出してと。さあ、この調子で戦闘ヘリとかいければいいけど、あと475ポイントも稼がなきゃならんのだ。厳しいぜこれは。来てるな。これカウンターか。カウンターからのヘルストーブ、行くぞ。いや、それを蹴散らしてやる。あれ、最悪や。いや、マジか。このね、ステージ自体なんかね、こう航空支援があまり役に立たん。ちょっと待って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 。K9ユニットキル。危ないな、もうほんと犬心がね、強すぎんだけど。よし、いい感じ。よっしゃ、来た、戦闘ヘリー、カモン。援護を頼むぞ、マイク。バイオ4とかでもおなじみの落とされんじゃねえぞ。フラグじゃねえからな、カプコン製のヘリじゃないからな、あれは。なんかいたな。あいね、やっぱね、あのマイク有能すぎる。あの遠距離単発で、単発みたいにして撃てばまあまあ安定してるっていう。ただめっちゃ距離減衰あると思うけど、あのオートホックと比べたらマジでこっちのマイクの方が戦闘ヘリすっげえキルできるわ。はい、てなわけで勝利しましたね。今回はなかなかいいんじゃない。後半、前半はね、だいぶボロボロだったけど、32キルの13です。いいんじゃないこれ。来てますわ。で、多分キル確認が22キルかな、22確認。はい、てなわけで今回はコルダイトですね、超強いサブマシンガンを使っていきました。また次回別の銃を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、ファモー。